次に、給食についてご説明します。スライドをご覧ください。こちらが、主な説明事項です。1、令和4年度の主な指摘事項。2、食物アレルギーなど、事故防止の対応について。3、その他。の3項目を説明します。令和4年度に実施した指導監査での、給食に関する主な指摘事項は、次の通りです。給与栄養量の目標の設定が、不適切だった。給与栄養量の目標の見直しが、不適切だった。実施給与栄養量が、不足していた。または、過剰だった。食器等の消毒が、適切に行われていなかった。検査用保存食の保存方法に不備があった。この5つの項目について、詳しく説明します。では、主な指摘事項と、それに関する改善への取り組みについて、お話しします。給与栄養量の目標の設定では、給与栄養量の目標の設定根拠が、不明確だった、日本人の食事摂取基準2020年版をもとに、設定していなかった、などの事例がありました。給与栄養量の目標の設定は、最新の日本人の食事摂取基準をもとに行います。日本人の食事摂取基準は、5年ごとに改定され、現在の最新版は、2020年版なので、それを使用します。設定に必要な項目は、エネルギーやタンパク質、脂質、ビタミン類、ミネラル類などです。毎年、年度の初めに在籍している子どもを対象に、設定します。さらに、設定にあたっては、子どもの健全な発育に必要な栄養量を確保できるよう、子どもの発育、発達状況、栄養状態、生活状況を踏まえます。そして、目標の栄養量が、充足できる献立を作成します。次は、給与栄養量の目標の見直しについてです。年度当初に設定した給与栄養量の目標を、1年間を通して使用し、見直しを行っていない、などの事例がありました。目標の見直しは、最新の日本人の食事摂取基準をもとに、子どもの身長、体重といった身体状況や、年齢、性別などを踏まえて、年度の途中に行います。そして、子どもに必要な栄養量を満たせるように、目標の値を調整します。目標を見直して、必要な栄養量が増えた場合、予定献立の1人分の分量を増やすなど調整します。目標を変えないままで、たくさん食べるようになったなど、喫食の様子のみで、食事量を増やすことは適切ではありません。また、実地監査の当日は、目標の設定や、見直しの根拠がわかる書類を確認しますので、ご用意をお願いします。次は、献立、給与栄養量についてです。タンパク質や脂質のエネルギー産生栄養素バランスが適正な範囲を外れている、エネルギー、カルシウムや鉄などのミネラル、ビタミン類の不足があるなどの事例がありました。給食の実施前に、予定献立のエネルギー産生栄養素バランスが適正な範囲内であるか、また、施設で設定した目標と大きく相違ないかを確認してください。大きく相違する場合は、予定献立の内容を調整します。さらに、給食の献立変更を行った際は、同様に、園で設定した目標と大きく相違ないかを確認してください。なお、給与栄養量を算出する際は、算出の元となる日本食品標準成分表が最新のものか確認してください。最新は、2020年12月に改定された日本食品標準成分表、2020年版8定です。次は、食器等の消毒についてです。1日に複数回使うコップなどの食器を、洗浄後、消毒せずに使用していた。消毒を行っているが、80度、5分間以上の加熱、または、これと同等の効果を有する方法で行っていなかった。などの事例がありました。食器や調理器具は、感染症及び、食中毒を予防するため、消毒を行います。使用後、
全面を流水で洗浄し、さらに80度、5分以上の加熱、または、これと同等の効果を有する方法で、十分殺菌します。その後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いるなどして、衛生的に保管してください。次は、検査用保存食についてです。果物の原材料及び調理済み食品の、どちらかしか保存がされていなかったなど、取り方に不備があった、という事例がありました。食中毒が疑われた場合、原因究明のために調査が行われ、その原因を突き止める手がかりになるのが、検査用保存食です。そのため、提供した給食は、必ず保存します。原材料の検査用保存食は、各食材ごとに洗浄や消毒を行わず、購入した状態のものを 50g 程度ずつ、ビニール袋などで、個別に包装して、冷凍保存します。皮やヘタなど、廃棄する部分だけではなく、可食部も含めて、購入した状態で、保存します。調理済み食品の、検査用保存食は、各料理を 50g 程度ずつ、原材料と同様に、個別に包装にして、冷凍保存します。原材料及び調理済み食品の、検査用保存食は、いずれも、給食を提供した日の翌日から数えて、2週間以上保存します。これらは、土曜日や延長保育で、食事を提供する場合も同様です。次は、事故防止対応について、お話しします。食物アレルギーの誤食事故は、子どもの生命に危険が及ぶことも、想定されます。そのため、食物アレルギーの対応は、施設長の責任のもと、全職員が子どもの健康及び安全に関する共通認識を深め、組織的に取り組むことが、求められます。また、医師の診断により記載される、保育、教育施設における、アレルギー疾患、生活管理指導表に基づいて、保護者と連携し、適切な対応が必要です。具体的には、食物アレルギー対応マニュアルの作成や、これに基づいた役割分担、記録作成等による情報共有を行います。そして、必要に応じて、手順、計画の見直しなどを行います。次は、食品の誤嚥による窒息事故防止についてです。食品の誤嚥による窒息事故は、子どもの生命に危険が及ぶことが想定されます。そのため、その対応は、食事を提供する際に注意する食品、食事介助の際に注意すべきこと、子どもの摂食機能の発達など食事に関する情報、当日の健康状態などを、すべての職員が共有し、施設長の責任のもと、組織的に取り組むことが求められます。食事を提供する際には、各ガイドラインなどを参考にします。誤嚥を引き起こす可能性がある食材は、そのまま使用せず、誤嚥が起こらないような、大きさや形状に配慮します。また、硬い豆や、ナッツ類など、硬くて噛み砕く必要のある食品は、5歳以下の子供には、食べさせないでください。調理業務を委託している場合は、委託業者も含め、情報を共有し、事故防止の対応に、万全を期するようにします。合わせて保護者にも、注意していただくように、お願いします。最後に、その他の事例についてです。給食食材の用意は、1人分の使用量と、人数、または、食数をもとに用意していなかった、予定献立の重量と、発注量が合っていないなど、給食食材の用意の根拠が、確認できなかった事例や、根拠が適切ではなかった、という事例がありました。食材の用意にあたっては、予定献立の1人分の使用量と予定人数に、検食、検査用保存食、サンプル展示などを加えた必要食数を明確にし、その積算により、発注量を算出します。また、発注量には、予定献立通りに、調理するのに必要な量が確保できるよう、野菜のヘタや、皮といった、廃棄してしまう分も加えます。発注漏れなどで追加発注をしたり、在庫の調整で発注量の変更を行った場合は、その内容を必ず書面で記録に残します。
予定献立で設定した1人分の分量をもとに、栄養価計算も行っているため、単によく食べるからという理由で、全体の発注量を増やしたり、逆に、あまり食べないからという理由で、全体の発注量を減らすと、予定献立と実際に提供した1人分の量が変わってしまい、栄養価も変わるため、適切ではありません。次は、日常衛生点検についてです。日常衛生点検は、食中毒などの予防を目的として、行います。食事の提供にかかる業務が、衛生的かつ安全に行われていることを、確認します。中心温度の測定は、加熱調理食品に対して行います。75度で、1分以上の加熱を確認し、その時の温度の実測値を記録します。昼食や午後おやつだけではなく、延長保育補食や夕食なども含め、加熱調理したものすべてについて行います。冷蔵庫、冷凍庫の温度の点検は、1日の調理作業の作業前と、作業後に行います。冷蔵庫、冷凍庫、それぞれの温度を確認、記録します。家庭用冷蔵庫などで、庫内温度の表示がないタイプの場合は、庫内に温度計を設置し、温度を確認、記録します。使用水の点検は、1日の調理作業前と作業後に行います。水道水をコップなどの透明な容器に入れ、色、濁り、匂い、異物の有無を確認、記録します。さらに、貯水槽を使用している場合は、使用水の遊離残留塩素濃度が 0.1mg/L 以上であることを、作業前と作業後に確認、その値を記録します。次は、害虫駆除についてです。駆除作業を年2回以上実施していない。実施記録がなく、確認できなかった。などの事例がありました。害虫駆除は、有害生物の調理室内への侵入や発生による、調理室内の二次汚染や異物混入につながることを防ぐために行います。駆除は、年に2回以上実施し、記録を保存します。また、害虫の生息を認めたときは、その都度駆除し、記録を保存します。次は、検食についてです。検食を行っていることが確認できなかった、検食ごとの記録がなかったなどの事例がありました。検食は、施設の管理者として、子供に見合った食事かどうか、栄養的、嗜好的、衛生的な観点から検食します。午前や午後のおやつの市販品や牛乳なども含め、子供に提供するすべての食事について実施します。また、検食は、子供への安全面から子供が食べる前に行います。なるべく、子供が食べる時間と近い時間に検食することが、望ましいです。検食者は、園長や施設長といった、継続して評価できる職員が望ましく、その職員が不在の場合には、検食するものをあらかじめ決めておきます。この時、献立内容や出来上がりの見た目、味などを客観的に評価するため、給食担当者が検食を行うことは望ましくありません。検食後は、検食者の印またはサイン、検食時間、検食の所見などを検食者が記録します。調理業務を委託している場合は、委託業者が作った給食を、施設側として確認します。次は食育についてです。食育は、全職員の共通理解のもと、計画的及び総合的に展開します。食育の実施にあたっては、食事の提供を含む食育計画を、全体的な計画に基づいて作成します。食育の実施後は、実施内容や計画、目標に対しての振り返り、評価や見直しを行い、改善に努めます。そして、実践後の評価と改善について記録し、次につながるようにします。毎日の給食提供は、食育の一環であり、計画に基づき、行うことが望ましいです。また、食育の実践は、計画に沿った継続性を持ったものにし、一日限りのイベントで終わることがないように、配慮します。ここでのお話は、給食担当者向けのものを多く取り上げましたが、施設長などにも知っていただき、
施設全体として栄養管理、衛生管理、食育などの取り組みをお願いします。給食関係のご説明は以上です。